ディネートはこんな感じでございます。まずこのキャップがリースクラブのやつで、トップスがオープンワイドのものになります。でパンツがラフネックっていうところのもので、ベルトがザラので、シューズは、この前紹介したイザベルマーのベケットでございます。多分この動画この靴多くなると思う最近ゲットしたばっかりなので、この靴ばっかり履くかもしれませんが、一応お気に入りのシューズです。でバッグは、ボッテガのバッグで、サングラスがザラのサングラスです。ちなみにこのクランプのポーチはエアポッツが入っております。そう、私エアポッツね、今までずっと使ってたやつを1個片方だけ駅のねホームに落としてしまって、線路かに落としちゃって、もうお別れしてしまったので、新しく最近また迎えました。高いエアポッツでも。はい、今日はこんな感じのコーディネートでございます。今日はこのシューズをねメインにちょっとコーディネート組んでいったんですけど、やっぱこのシューズをねちょっともう目立たせたいというかポイントにしたかったので、ボトムはミニのものを持ってきました。このねショーパン結構私好きでよく履きます。割と短めなんですけど、でローライズですごい今っぽくて可愛くてとってもお気に入りです。よく見るとねチェック柄になってて、ちょっとまあ秋っぽさもあるんですけど、まあバンカということでちょっとずつ秋も取り入れていこうかなみたいなはい。でこのトップスも超可愛いんですけど、タンクにフードがついているトップスなんですが、フードかぶるとねこんな感じで、フードの形もすごい気に入ってるし、何よりも後ろが可愛くて、じゃーん、こんな感じ、めっちゃ可愛くないですか。結構もうガワッと開いています。そうなので下着がね難しいは難しいんですけど、今日は私は中に同じような形のホルターのトップスを重ねました。今日はブランチに行ってからシュウエノラさんのイベントに伺いたいと思います。ということで行ってきます。あ、すごい逆光かも。逆光光がすごい。はい、あややちゃんとランチに来ました。メキシカンです。今日は美味しそう。いただきます。そうなんですよ。本当にでもツヤタイプって結構崩れやすかったりとか、ベトッと重いっていう私の印象があったんですけど、はい、いいとこでね、薄く密着して崩れないのにツヤ。しかもこのファンデーションを作る時って白と黒と赤、あと黄色の色を混ぜて使うらしいので、それにさらにブルーのパウダーが入ってるんです。ブルーのパウダー。そうなんです。それで照明とか視点ポジションで肌がすごいつぼっと綺麗に見える仕組みらしいんです。焼けました。あ、焼けました。一応明るめのカラーなんですけど伸びるので。じゃあブラシ使ってたら夜密着するんですよ。あ、そうなんですね。ここにツヤ感を出したかったので、ここに使ってます。こんにちは。ありがとうございます。焼けてます。焼けました。いいですね。なんか夏って感じですね。夏で、はい。富士山に登ってきてきました。え、冬まで。はい、冬まで。疲れました。疲れはそんなにだったんですけど、やっぱ高山病、なんか軽いちょっと頭痛くなって、ちょっと大変です。そうなんですね。すごい。富士山って相当大変ですよ。じゃああそこの階段上がってくるって私ちょっときついなと思いました。全然そういうのはないですね。そうです。だって空気がね薄いから、そういう高山病になっちゃうぐらい、でもいっぱいいるんですよね。多分その登山者がね。そうです。ツーリストとかめっちゃいそう。確かに今なんかニュースにもなってましたよね。いや、あるよ。綺麗ですよね。
チアップなんだ、うん、楽しみです。ありがとうございます。すごい綺麗でしたね。綺麗ですね。さあ、これ何がすごいか、東京で崩れないんですよ。これが落ち着きますね、夏でも、うん。なんか前のシリーズっていうの、はいはい、もうちょっと大きかった、はいはいはい、これですよね。あれ使ってたんですけど、でしたら絶対お好きかと思います。密着力がすごくて、すごい好きです。色は少ないつかないんですけど、ちょっとこうやって角度変えたりに、つるっと、日中の美容液っていう発想らしいです。へぇ、うん、ファンデーション自体が。そうですね、はい、あの日中のケアしてたっぷりライラシがあるのが本当にすごい量が入ってるらしいんですよ。入れられないぐらい入れられないぐらいこれ以上 のテクノロジーでは入れられない量が入ってるらしいです。とろける美容液ですね。めっちゃ可愛い。まずつるっと仕上がる。すごい可愛い色。あ、うん、綺麗。めっちゃ綺麗ですね。似合いますね。本当に本当に気をつけてね。嬉しい。ですよね。あ、私アイシャドウ、アイシャドウのこれをしてます。青ちょっとラインの上に行ってみますか。お願いしたいです。絶対に合うと思います。ちょっとふっとした瞬間にこうやって、うん、あのキラッとするんですよね。さりげないのって楽しい。うわ、ファンデーションめっちゃ綺麗ですね。帰宅して今スープを作りました。なんか担々スープみたいな感じのスープです。豆乳入れたんですけど、ちょっと豆乳が分離しちゃってるかもしれないけど、いただきます。ということで、本日のアウトフィットはこんな感じです。いや、今日はもうホワイトコーデっていう感じなんですが、まずこのトップスが、この前購入品でも紹介したセリフでゲットしたこのオフショル、ワンショルのトップスです。こなれ感のあるおしゃれさが出てとっても好きなトップスです。パンツはこれ古着で買ったリーボックのなんかハーパンで、ちょっとシャカッとした感じの生地で、割と生地も薄めですごい涼しいサラッと着るハーパンです。で、シューズはこの前と同じ、イザベルマラソンのベケットを履いてます。で、バッグはこれおばあちゃんが作ってくれたドットのバッグです。3種類ね、柄違いで作ってもらったんですけど、本当に大きさも使い勝手も柄も何もかもがすごい良くって、とても使ってます。そしてサングラスはボニークライドのサングラスになってます。で、あとこのピアスが今回のポイントなんですが、これシザンヌさんにいただいたものなんですけど、お花のデカめのピアスでとっても可愛くて、なんか今日はちょっとトップスだったりピアスとかはちょっと女性らしい感じでアイテムを合わせてるんですけど、このハーフパンツでちょっと外した感じのコーディネートにしてみました。私はちょっとこういう感じでいろいろこうミックスしたスタイルも結構普段は着ることが多いので、今回はそういった感じでこのハーパンを外しのアイテムとして持ってきました。今日はこんな感じなんですけど、本日のスケジュールは展示会に1件お邪魔して、その後イベントがあって、その後ファッションショーに招待いただいているので、そちらに伺おうと思います。で、最後のファッションショーはちょっとこの格好だとラフかなと思うので、もうちょっとこうドレスアップじゃないですけど、また着替えをねこの中に入れているので、そこで一回ちょっと着替えていきたいなと思います。ということで行ってきまーす。
ということで、若菜さんのプロデュースしているブランドの、ウォーム M っていう、ね、展示会に来ました。そしたら、みそちゃんとモカちゃんもいました。よろしいですか？どうぞ。あ、こんにちは、はじめまして。あ、確かに最近若菜さん。はじめまして、若菜さん、ありがとうございます。初シュナ。はい、シュナタンです。シュナタンだ。でも私、ワークかなんかの展示会では、あの、見かけてただけで話せかけなかった。あ、本当ですか？エブリさん、ピアノとかシュナタンさんが言ってて、僕なんかだったけど、2人とも面識はないから。嬉しいです。今後よろしくお願いします。ぜひ。ありがとうございます。来ました。化粧水と美容液とクリームが新しく出るみたいです。あ、パックもか。なんか上に、あ、取れなかった。ここに美容液が入ってるんですよね。で、押し出す感じですか？そう、押し出す。ここをグリグリってやって、ギューって。じゃあフレッシュな美容液ということですよね。そうです。はい、すごい嬉しい。いい声。じゃん、エリちゃんです。今日からめちゃくちゃ合うよね、うちら。そうだよね、続けて。明日も合うし。うん、え、何回かちょっと登場してもらうかも。あ、お願いします。お願いします。また明日。明日。試したいと。あ、すいません、ダメかも。やっぱり。ダメだ。富士山。昼。美しい。確かにちょっと富士山。富士山に見えてきた。達成感はね、味わえるから。え、ここら辺なんか、
きやすいところだったな。そうやってもう。後ろも実はちょっとプリントされていたりとかして、ホワイトとホワイトの組み合わせなので、なんかこうそこまで主張するわけでもなく、コーディネートにめちゃくちゃ響いてくるわけでもないので、結構私このトップス気に入ってます。形もすごい綺麗な感じで、割とタイトめなトップスなんですけど、この形もすごく個人的にもタイプでよく着ます、このトップス。であとこのウエストポーチ、ベージュの方なんですけど、これも同じブランドのパルティメントウーマっていうところのものです。このポーチも結構私使っていて、すごくポイントになるので、つけるとコーディネートのイメージもガラッと変わったりするし、あとはまあ何よりも両手が浮くのですごい大好きですこの前のところには AirPods を入れてて、でこの後ろのちっちゃい方に今日はティッシュケースとリップを入れてます。でこっちの大きい方はだいたい今お財布だったりとかミラーとか入れることが多いんですけど、今日はこの Vlog カメラを持っていこうと思っているので、まあお財布でも基本的にキャッシュレスで行けるから、ちょっと今日は持たずにもう携帯のみで行っちゃおうかなと思って、だからここに大きい方にカメラを入れて行
こうと思います。そしてこのブラウンの方のベルトはザラでゲットしたものです。これは購入品でも紹介したんですけど、デザインがとっても可愛いのと、あと形もちょっと変わってて、そこも好きなベルトなんですが、これもね結構着けますね、お気に入りアイテム。でスカート、ちょっと光沢感のあるサテン生地のブラックのスカートなんですが、これは H&M のスカートです。それに今日はホワイトのソックスをね合わせました。そうだからちょっと膝ぐらいまでしかない丈なんですけど、はい、こんな感じで、ローファーは安定にいつものセザンヌのローファーを履いております。そして今日はサングラスはサンローランのサングラスをかけていこうかなと思ってます。はい、ということで本日のコーディネートはこんな感じなんですけど、今日もイエロー、私がとてもいつもお世話になっているシューズブランドイエローさんのポップアップかながあるので、それにお邪魔するのと、クロっていうブランドさんの展示会かなに今日はお邪魔したいと思います。まあ、イエローはね本当にいつもお世話になっているブランドさんなんですが、今回このクロっていうブランドさんは初めてお声掛けいただいて、初めてお伺いするのですごく楽しみです。クロの展示会はまた昨日引き続きエリちゃんと行ってきます。ということで本日のアウトフィットでした。行ってきます。いいね、かわいい。